早稲田大学野球部、早稲田大学野球部、早稲田大学野球部、早稲田ベースボールクラブは、東京六大学野球連盟に所属する、大学野球チーム。早稲田大学の学生によって構成されている。卒業生、あるいは4年生次まで在籍した、部員、会が入会を認めたもので構成する、OB 会の名称は、東門クラブ。日本の野球の創生。 発展に大きく寄与したことから、慶応義塾大学野球部、慶応と共に、野球のルーツ公的存在とされている。1897年、押川方、あり、後の冒険小説家、押川春道らによって、ベースボール部が作られる。しかし道具が揃わなかった上、当時の早稲田校内には運動場がないという状態であった。その上、集まった選手たちの技量は低く、 早稲田中学にも惨敗するほどであったため、本格的な部活にはならず、名義だけがある状態であった。早稲田大学前身の東京専門学校時代だった1901年、部長に安倍伊藤を迎え、学生たちによって本格的に創部された。この時の主なメンバーは、大橋武太郎、初代首相、西尾牧太郎、丸山次郎、鈴木豊、湯立義雄、 後の新聞記者、随筆家の与ダテ小学など。総部初試合は、同年秋学習院に挑戦状を送って、実現、7から6で破った。後に、総計戦となる慶応との初対決は1903年11月21日のこと。慶応への挑戦状は、橋戸慎が書いたと伝えられる。翌1904年6月に、 総計両校が当時最強と呼ばれた一校を連日にわたって破り、直後の総計戦で慶応に初勝利を挙げたことにより、早稲田は一躍、日本球界のトップに躍り出た。1905年には約3ヶ月にわたる米国遠征を観光。日本の野球チームによる初の国外遠征であった。日露戦争中でありながら、安倍総が大熊重信をはじめとする。 大学当局を解き伏せ、部員との約束、東京中の一流チームに全勝したら、米国に遠征させてやる、というものを果たした。この遠征で当主のワインドアップモーションや、スクイーズプレイなどバントの活用、スライディングなどのプレイや戦術、練習法、グローブや野球グッズなどを持ち帰るなど、大きな収穫を得た。安倍、橋ドラは、この収穫を独り占めすることなく、 著書や他校への指導などで普及に努めた。このことが夜明けから間もない日本の野球に革命をもたらした。1906年に応援の加熱から総計戦が中断となった後も、日本初の海外チームの招聘1907年、ワシントン大学、初のフィリピン遠征他数度の米国遠征を行い、またアメリカ合衆国から有力学生チームやコーチを招くなど、 慶をときうようにチーム力を高め、日本野球界の頂点の座を占めてきた。また積極的に全国の学校に指導に出て、野球の普及と球界の発展に貢献を果たした。橋戸真、河野厚志、押川清志、平田雅、星、佐伯達夫、谷口五郎、田中勝浦世間を賑わせ、後の日本球界を牽引した逸材を多く世に出した。 1919年12月から日田を専人コーチとして初めて監督制を敷いた。打倒シカゴ大学を夢に描いて、日田は猛練習に次ぐ猛練習で選手たちを鍛え上げ、黄金時代を築いた。1925年東京六大学野球連盟発足に伴い、総計戦が復活、初のリーグ戦を優勝で飾り、慶応にも連勝して、 面目を施した。また、同時期に来日したシカゴ大学に対し2勝1敗に、分けと初めて勝ち越し。総計戦の再開にあたっては、安倍伊藤が満場の慣習に対して、総計戦復活の歴史的意義を解きながら、応援マナーの遵守を訴えた。各して復活した総計戦はいずれの試合も超満員の元熱戦を繰り広げ、 満天下の注目を集める、球界最大の試合となった。総計の活躍は当時放送が始まったラジオによって、全国に伝わり、全国の球児にとって、神宮で、そして総計戦でプレーすることは、野球選手最高の栄誉となっていった。早稲田には、全国から、有望な選手たちが集まり、井口慎次郎、藤本貞義、小川翔太郎、三原治、丹安弘、森重を、 伊達正さを、中島春康、小島敏夫、若原昭蔵、小春勝、南村優子を、数えきれないほどのスター選手たちが神宮と全国を、沸かせた。1932年には、リーグ改革を叫んで一時連盟を脱退したが、同年秋に、復帰。1933年7月10日には、戸塚球場で日本初のナイター試合、壮大に軍隊、壮大新人が実施された。 戦争の激化に伴い1942年秋をもって東京大学野球連盟、当時6大学連盟はこの名称に解散令が降り、明治、法政ら他校が相次いで野球部解散に追い込まれる中、軍部、大学当局の圧力にも屈せず野球部の明かりを守り続けた。学徒出陣を控えた1943年10月16日には、 出陣学と走行総計戦、世に言う、最後の総計戦を強行した。1945年5月には、東京が空襲に見舞われ、戸塚球場はバックネット裏の鉄骨破損などにあったが、野球部寮は空襲を免れた。その間も、軍部からの迫害は激しく、特に寮が海軍芋物研究所に隣接している、ことから、たびたび海軍は、 動員学徒たちの宿舎目的に寮を徴収しようと迫ったが、古門、飛田水州、部長、殿岡モジューローラが中心となり、寮の看板を、東門原生道場と塗り替えたりする道場とすれば、海軍も迂かに近づけまいと考えてなど、その都度跳ね返してきた。また寮が強制疎開されそうになったこともあったが、鉄筋コンクリートであったために疎開対象を免れた。には、 ユニフォームの他300ダースものボールやバットなどの野球用具が大量に保管されおり、これが終戦後他校に供給され野球復興を大きく支えたから疎開対象となり壊されていれば野球の復活にも少なからず支障が生じたとみていい。しかしながらこの戦争で34名にも及ぶ OB、現役部員が犠牲となった。 1945年8月に終戦を迎えると10月には疎開していた選手たちが集まり練習を再開。10月28日には全総競戦が開催され、日本に休音が帰ってきた。戦前にマネージャーだった、相田通一。この時学生ながら、監督を務めるらが買い揃え蓄えていたボールや、バットなどの野球用具は、惜しみなく、他校に貸し与えた。 1946年春には東京六大学リーグ戦が再開され、秋にはエース4番首相の岡本忠之が全11試合当番、10勝7完封と不滅の大活躍を演じて戦後初優勝を果たし、そのシーズンより可視された天皇杯を敗退した。ちなみに戦前の摂勝杯を初めて敗退したのも早稲田。摂勝杯は 皇太子時代の昭和天皇が歌詞したもの。その後1947年秋には上級生らの繰り上げ卒業による戦力低下のため史上唯一の再位に沈むも、翌1948年にはシベリアから復員した石井藤吉郎の加入で息を吹き返して優勝以降森重雄監督。 トノーカモジュ部長のコンビで1956年まで毎年のように優勝を重ね戦前に続く黄金時代を実現した。当主では当時リーグ新の44勝を記録した末吉俊信や石井連造1947万1948年夏の甲子園大会で2連覇を達成した福島和夫1957年パリーグ新人王の木村保、つ野手では 影山和夫、荒川博、岩本隆広岡達郎、森徹らの名選手を輩出した。1959年には、全日本大学野球選手権を初制覇。1960年には、伝説的な総計6連戦の末に、慶応を破って優勝。大きな話題となった。しかしその後は6期連続で B クラス落ちと低迷した。 石井藤吉郎が監督に就任した1964年から、息を吹き返し、打棒汗だと呼ばれた、強力打線が復活、谷沢健一や荒川隆中村勝弘らが、神宮球場にホームランを連発した。1970年代も、松本正、佐藤清、山倉和弘、金森英二、三冠王、岡田秋信らの強打者が出て、 しばしば優勝はするものの連覇はなかなか果たせず、1957年から2001年までの間に連覇はわずか1回、優勝回数を重ねられずに来た。1980年代に入ると受験難に伴って有力な高校生が入部しづらくなり、戦力面で法制や明治に大きく水をあけられた。東大に史上初めて寒風による連敗で勝ち点を上したり、 1981年長く締めてきた優勝回数最多の座も法制に譲り、1982年秋を最後に7年間優勝から遠ざかった上に、慶応、立教にも復活を先んられるなど低迷を続けてきた。1987年に新設された人間科学部一期生が最上級生となり、 石井連造が再生を担い監督に復帰して3年目であった1990年春、勝ち点を取った方が優勝という12年ぶりの総計。V 決戦は3日間とも神宮町満員に埋め、テレビのニュースやスポーツ紙でも連日総計戦をトップ一面に据えた。そこでは、早稲田が勝ち点を奪い優勝するなど、復活の兆しを見せたが、その後の10年間で、 優勝2回と90年代に入っても不調が続いた。特に1978年秋、総計戦75周年1979年春、リーグ戦100シーズン目1982年秋、大学創立100周年1993年秋、総計戦90周年度、節目の年にしか勝てないと、揶揄されたりもした。チーム最悪のシーズン8連敗。 1998年春を記録するなど、かつての栄光からは、ほど遠い苦難の時期を長く過ごした。しかし、2007年の大学創立125周年に合わせて、スポーツ各部の低迷を打開しようと大学が、選手の積極的補強に、方針転換、有望な選手が多数集まるようになった。1999年には、総計6連戦を戦った。 野村徹が監督に就任、選手をフルタイムで指導するようになったことから、チーム力も向上し、触発されるように、一般受験組の中からも好選手が出て、今世紀に入ってからは、往年の活気を取り戻した。2001年春に、通算戦勝一番乗りを果たすと、和田岳、鳥谷隆、青木仙や、彦戸俊光、結田慎太郎。 田中博康らを中心に2002年春から武士上初の4連覇を達成。2003年秋にはこれも武士上初の10戦、全勝優勝を達成した。2005年に野村が優待したが、後を受けた大竹敦史料が就任早々春のリーグで、慶応との優勝決戦を制して優勝を果たす。2006年秋に38回目、続く2007年には、 斎藤祐希ら前年夏の早稲田実業の甲子園、小メンバー他多数の有望新人が入部し、早くも8人が神宮でプレー、秋春連覇を果たすと、第56回全日本大学野球選手権大会でも33年ぶりとなる3回目の優勝を達成、大学創立125周年となる記念の年に花を添え、日頃から目標としていた文武両道日本一を実現した。 大学選手権での東京六大学勢の優勝も12年ぶりのことだった。さらに同年や秋のリーグ戦では、慶応との優勝決戦を制して40回目の優勝を果たし、4連覇を含めて3回目となる3連覇を達成した。21世紀に入ってからの優勝回数は11回と、軍を抜き、法政、明治、慶応を合わせて12回。 構成に最大で8回差まで話されていた優勝回数も岡村武史監督就任3期目の2012年春季リーグ戦で優勝を果たし25年ぶりに並んだ2008年3月にはシカゴ大学を招いて72年ぶりの交流試合を開催した早稲田の三勝礼拝1950年3月に武士早稲田大学野球部50年史を 2002年8月に50年史と合わせた、早稲田大学野球部100年史をそれぞれ刊行した。現在は、東京都西東京市東伏見3の5の25、東伏見キャンパス内の安倍寮を本拠としている。かつては、グラウンド、合宿所とも、東京都新宿区西早稲田の早稲田大学付近にあった。グラウンド、安倍球場は、本校キャンパスのすぐ隣にあり、 授業中の校舎から球場での練習風景が見物できた。球場、1902年春光名は、戸塚球場だったが、初代部長、安倍伊藤の死に伴って、グラウンドを安倍球場、合宿所を安倍寮と名付けた。球場は、日本初のナイター、イコール夜間照明試合を行った球場として、また1943年に、最後の総計戦を行った会場としても知られる。 いずれも老朽化と大学の再開発計画に伴い、安倍球場は1987年11月22日の全総計戦を最後に閉鎖し、現在の東伏見に移転、左翼111メートル、中堅122メートル、右翼102メートル、室内練習場完備の近代的な施設へと生まれ変わった。また、安倍寮は1925年に竣工し、 1992年末に現在地へ移転した。2007年、斉藤祐樹の入学が決まり1月13日より、練習へ合流すると、予想された通り報道の加熱、練習に訪れる監修の増加が見られた。加えて、近辺の道路では、監修や住民、通行車両間での事故の危険性が高まってきた。こうした事態に対して、 球場から寮への通路の変更やネットの増設、練習中の報道規制や訪問者への ID 発行などの措置が取られている。3月開始のオープン戦については一般開放せず、その後もしばらくの間練習、オープン戦の公開を行わなかった。安倍球場は夏の甲子園東東京大会の会場としても使用された。周辺の開発の影響をもあってか、 右翼側が狭くなっており、後方の民家等を防御するために高いネットが張られていた。そのネットに当たった打球は二塁だと判定されるという、球場独自のルールがあった。安倍球場の跡地には、早稲田大学の総合学術情報センターが建てられたが、大学側と野球部との確認書に基づき、施設入り口には安倍球場時代にセンター後方にあった安倍伊相と、 日型玉さの胸像がも残されている。また球場と本校キャンパスの間を貫く坂道は通称グランド坂で球場がなくなった今もその呼び名で呼ばれている。この六訓を長く武伝統の教えとして掲げ、神宮での勝利のみならず人間形成、文武両道の達成を武の目的として活動してきた。知識は 学問から人格はスポーツからという安倍の思想と学生野球の本文は練習にあるという飛田の思想が武訓の根底に流れている。いずれも2018年度秋季リーグ戦終了時点の数字、東京六大学発足以前の数字は含まない。獲得タイトルは東京六大学野球リーグ最多タの計56回である。チームとして保有する。 リーグ記録は以下の通り、卒業、あるいは中退後プロ野球に進んだ選手は2011年入学の有原晃平、中村翔吾までで124人、現役選手は17人、いずれも2015年1月1日現在、2006年ドラフトで北海道日本ハームファイターズが、首相の宮本健を自由獲得枠で獲得、また山本一徳五人目で指名した。これで、 早稲田大学の現役選手は1999年、藤井修吾から8年連続でドラフ指名を受けたこととなり、従来の連続年指名記録に並んだ。さらに2008年、上本博則、西山田武、松本慶次郎以降9年連続で指名を受けた。2017年は育成での指名のみ。ちなみに、朝日新聞出版発行、大学ランキング2012年度版の スポーツ選手出身大学、プロ野球部門で、同部は、青山学院大学に次ぐ、第2位となっている。野球伝道表彰者は27人、競技者表彰、特別表彰合計、総大野球部 OB、または、部長経験者に限る。すべて、早稲田大学 OB、東門クラブ会員が務めている。日田,一岡田中、伊田森。 石井富士は野球伝道入りした。監督不在の1930年周期、1935年から1936年の各シーズンは学生合議によりチームを運営した。また1942年は日騨、伊丹による顧問制を取り、終戦直後はマネージャーだった間が学生のまま監督務めた。 初代の大橋武太郎から2015年度の河原武郷まで105人が務める。慶応に挑戦状を送ったとされる、橋戸慎は2代目の首相である。チームの中心選手が務める傾向が強く、2006年度までの4代の首相、彦敏光、田中広安、竹内真一、宮本健はいずれもプロ入りしている。野球殿堂入りは橋戸ほか9名全員が、 総大教授である2019年の幹部は以下の通り、下記以外の OB についてはお参照。プロスポーツの発展につれてドラフト以外で大学野球、中でも総大野球部がスポーツ史の一面に取り上げられることは1990年春の総計戦を最後に皆無となっていた。しかし年夏の高校野球で継続校の早稲田実業高校が優勝し、 フィーバーを巻き起こしていたエースの斉藤裕樹が総大進学を表明していたことにより、同年10月16日のケイスポーツで、総大野球部リーグ戦優勝の記事が一面を飾ることとなった。また斉藤が総大野球部に入部することが予想されていたため、ワイドショーなどでその活動内容が取り上げられるなど、マスコミでその存在が注目されることとなる。斉藤が、 壮大に入学した2007年、その年の春季リーグ開幕戦で、いきなり先発デビューを果たした。放映権を獲得した、日本テレビは早速特別番組を放送。夕方には各テレビ局とも、ニュース番組で2番のニュースとして、これを取り上げ、翌月曜日まで、ワイドショー番組が時間を割いた。スポーツ紙だけでなく全国紙でも一面で斎藤発。 当番初勝利の記事を掲載するなど予想通りの加熱ぶりを見せ、その後も斉藤の投げた翌日は、スポーツ紙の多くが一面に斉藤を挙げた。2007年6月3日の総計戦では斉藤が先発し10年ぶりに満員となった神宮球場で、総大が優勝を決めたことで、さらに注目を集め、優勝パレードも各テレビ局が中継するなど報道はますます。 加熱していった。東京六大学リーグ戦の優勝校は、記念のパレードを行う。早稲田の場合は、神宮外園内の聖徳記念会が建前広場を、起点に、明治通り、早稲田通りを通って、早稲田大学早稲田キャンパスまでを更新する。参列者は、紅白の超鎮を持って更新するため、超鎮行列、超鎮パレードの別名がある。かつては、優勝を祝う。 住民、商店街の人々が沿道に出迎え、クラッカーを鳴らしたり樽酒を振る舞ったりと賑やかだった。王子ほどではないが、近年も大学周辺の商店街はギリ固く、かつ暖かくパレードを迎えている。選手たちはかつてはオープンカーに乗ってのパレード参加であったが、近年は交通事情と安全面に配慮してか、理工計学部がある近隣の西早稲田キャンパス。 旧大久保キャンパスから合流し、徒歩で更新する。パレード終了地点は、その都度違うが、近年は、大久間行動前か、大久重信芸の武行動像前を終点にし、そこで優勝報告会を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。